カウナカ海はアメリカ合衆国のハワイ州マウイ郡にある国勢調査指定地域。人口は2000年国勢調査時で2726人とモロカイ島では最大の町である。1930年代はカウナカ海の狂った町長という歌で知られた。国勢調査局によると総面積は8.1平方キロで、内陸地が5.3平方キロを 総面積の34.94%にあたる2.8平方キロを水域が占める。2000年の国勢調査時点で、この CDP には2726人、867世帯、645家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり518.5人で、平方マイルに換算すると1342.7人となる。 住居数は962件で、1平方キロに平均183.0件が立っていることになる。住民のうち白人は8.62%、アフリカ系は0.04%、ネイティブアメリカンは0.15%、アジア系は28.76%、太平洋諸島系は30.67%、その他の人種は0.18%、 婚結は31.58%、ヒスパニックは5.58%を占める。867世帯のうち35.3%は18歳未満の子供と暮らしており、51.7%は夫婦で生活している。17.5%は未婚の女性が世帯主であり、25.6%は家族以外の住人と同居している。 22.5%が、一人未世帯で 12.、12.1%を、独居老人の世帯が占める。一世帯あたりの平均構成人数は3.13人、家庭の平均構成人数は3.66人である。住民のうち32.2%が18歳未満の未成年、8.3%が18歳、以上24歳、以下、22.6%が25歳。 以上44歳以下21.6%が45歳以上64歳以下15.2%が65歳以上となっており平均年齢は36歳である女性100人に対して男性が91.8人いる一方18歳以上の女性100人に対しては88.3人いる 一世帯あたりの平均収入は34,492ベイドル、家族ごとでは39,348ベイドルである。男性の平均収入は35,43ベイドル、女性の平均収入は22,337ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人あたりの収入は14,201ベイドルとなる。総人口のセント。 家族の15.5%、18歳未満の子供の27.4%、及び65歳以上の高齢者の11.8%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。